G7 としてメッセージを世界に向けて力強く示せたことは意義深いことであると感じています。 G7 広島サミットから早1年、首脳らが訪れた原爆資料館では昨年度は過去最多となるおよそ198万人の入館者を記録。サミット効果といわれる変化が至るところで現れています。しかし、あれによって広島の知名度が上がり、たくさん客が来るようになったと言ってるでしょうけどね、そんなことじゃないですよね。広島が考えてるのはいつまでも大事にね思ってる人の気が知れないです。しかも失敗したと私は思ってますからね。サミットは失敗だった。96歳元市長がそう話す理由とは。我々の願いとまた違って、何のために広島で開いたのかという意味がわからなかった。サミットをこう振り返るのは元広島市長の平岡孝さん。今年で97歳となる今もあらゆる場所で自身の思いを発信し続けています。1991年に初当選し2期8年務めた市長時代には、海外での原爆展や国際平和会議の開催など平和行政に尽力してきました。市民を大量無差別に殺傷し、しかも今日に至るまで放射線障害による苦痛を人間に与え続ける核兵器の使用が国際法に違反することは明らかであります。1996年、平岡さんのスピーチに国際司法裁判所は核兵器の違法性について初めての判断を下しました。さらに1997年の平和記念式典では、広島は日本政府に対し核の傘に頼らない安全保障体制構築への努力を要求する。日本政府に対し広島を代表して核の傘からの離脱を求めるなど、一貫して核兵器の非人道性を訴え続けていきました。 G7 広島サミットから1年が経過しようとしている今、平岡さんはあの出来事をどのように評価しているのでしょうか。集まったことはね、首脳がね、それを評価する人がいますよね。確かに集まったことは大事だけど、集まって何を話をしたのか、でその結果どうだったのかということがね、やっぱり評価の基準になります。でその点では全くゼロですよ。去年5月被爆地広島で初めて行われたサミットで、最初のプログラムとして G7 首脳らが訪れたのは原爆資料館。核の悲惨さの一端に触れ、広島の誰もが核なき世界への進展を期待しました。しかしその後、首脳らによって話し合われたのは核兵器廃絶でも戦争の即時停戦でもなく、西側諸国の結束とウクライナへの支援の継続。今もなおロシアによるウクライナ侵攻は続いています。支援というのは要するに戦争継続ですよね。戦争継続しようじゃないかということになって、これは広島の平和への願いと全く反対の方向になってしまったと。平和のために何の役にも立たなかったという、そういうことで、ね、僕は失敗だと言ってます。さらに平岡さんがサミットを失敗と言い切る理由はもう一つ。核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンを間もなく発出いたします。首脳宣言とは別に、核軍縮に焦点を当てた声明として発表された広島ビジョン。そこでは核兵器のない世界を究極の目標としながらも、核抑止を肯定するような文言が盛り込まれました。広島という名前がついてますからね、あのビジョンでは核抑止力を認めていると必要なんだと言ってますから、いやこれは広島の意向だと、広島の考えだと受け取られても仕方がない。
市民からも多くの批判の声が上がり、去年8月の平和記念式典では広島市の松井市長が核抑止論について言及しました。世界中の指導者は核抑止論は破綻しているということを直視し、私たちを厳しい現実から理想へと導くための具体的な取り組みを早急に始める必要があるのではないでしょうか。もし平岡さんが平和宣言読まれる立場だとしたら、どんなメッセージを言われてたなって思いますか？まあ、やっぱり言うことは同じですよね。やっぱりあの平和宣言というのは被爆者の、死没者のね、慰霊と、そして世界平和への核兵器の禁止、それから世界平和の確立ということが柱ですからね。やっぱり同じことを言ったと思いますね。ただ表現はね、いろいろ市長によって違うと思うんですが、まあ私だったらおそらくあの広島ビジョンの核抑止力をもっと明確にね、否定する、世界の人にね、誤解を生む可能性がありますよね。あ、広島は核を認めたのかと。原爆資料館を見学した首脳らによって平和への思いが記された芳名録。あさってからは平和公園に新たに設けられた記念コーナーで公開されますが、広島サミットが残したものは一体何だったのでしょうか。少しでもね、その広島へ来た各国の首脳が平和への道へ努力することがあるとすればね、それは広島で開いた意味があると思うんですが、まだそれが見えてこないんで、広島でやった意味というのはね、意義というのは一体何だろうかというのをこれからずっと注視していく必要がありますよね。96歳の平岡さん、まあ、元市長として平和行政に尽力したからこそ感じる部分というのはあるのかもしれないですね。そもそもサミットの目的が平和への発信のみというわけではないので、まあ、その1点だけ見て0点だったというふうにはなかなか難しいかなとは思うんですが、ただ広島でやった意義というものもありますし、このサミットが終わったからはい終わりじゃなくて、私たちはずっとそれも継続して考えていかないといけない話題ではありますよね。今の世界の状況をまあ、どう見るかというところでもありますよね。実際私たち市民からしたらそういう考えるきっかけにはなったと思うんですが、そういった点から見ても多角的に、ね、考えていく必要があるなというのは感じました。まあ、各国の指導者が平和の構築についてどのようにこれから動いていくのか、まあ、1年経ちますけれども2年先、3年先、10年先も含めて、まあ、広島サミットの意義を問い続けるということが大切になってくるんじゃないでしょうか。来週月曜日も G7 広島サミット1年に関連した特集をお伝えします。平和公園の密着で見えた変化を伝える予定です。